にちは、フェルです。今回はフェルの好きな東京の美術館を紹介したいと思います。このランキングはフェルが勝手に好きな順に並べただけなので、そのあたりはご了承ください。東京にはたくさんの美術館や博物館があり、中には何時間も並ばないと入れない展覧会があります。意外と美術のファンは多いんですね。また公立の美術館は中学まで無料などというシステムもあるので、気軽に美術館に行くといいと思います。では始めます。第10位、国立西洋美術館。上野駅から徒歩1分の距離にある美術館です。建物はル・コルビジェの建築で、世界遺産にも登録されています。美術館に入らなくても、登壇の考える人や自国の門があるので、素通りでも楽しい場所です。いろんな西洋絵画の企画展もあるので楽しいです。常設展って言って、いつでも見られるコレクションがあるのですが、昔の作品から近代の作品まであって、ものすごく充実しています。さすが松方コレクションって感じです。フェルが好きなのはモネの睡蓮とロダンの彫刻です。第9位、三井記念美術館。日本橋の三井本館の中にある美術館です。建物自体も国の重要文化財で、高級感があります。コレクションには丸山応挙の屏風などがあります。大きな美術館ではないし、行列ができるような感じの美術館ではなく、本当に美術や工芸品に興味がある人の集まる品の良い美術館です。この美術館に行くと、美術の作品って宝石と似てる存在だなと感じます。しっとりと美術作品に向き合いたい人にはぜひ行ってほしい美術館です。第8位、国立近代美術館。皇居の近くにある近代の美術作品を数多く所蔵する美術館です。さまざまな企画展示があり、いつもワクワクします。常設のコレクションも行くたびにいろんな作品に変わったりしています。毎日14時からギャラリートークといって、スタッフと一緒に作品を見て回るプログラムがあります。解説を聞くのではなく、好きに感じたことを話しているうちに作品の見方が変わってきます。美術の教科書にも載っているような作品がたくさん見られるので、学生のうちに一度はぜひ行ってほしい美術館です。第7位、上野の森美術館。またまた上野の美術館です。西洋美術館のすぐ近くです。ここは公立の美術館ではないので、小中学生もお金がかかりますが、とてもいい展覧会をやっています。怖い絵展では、怖い絵という本で紹介されている作品をたくさん展示していました。とても人気で、長蛇の列ができていました。最近では行列の解消のために時間帯指定の予約制になっているので、事前に予約してからしか行けないので、気をつけてください。第6位、文化村。若者の街、渋谷にある美術館です。大きい美術館ではないけど、結構有名な作品が来ます。例えばフェルメールなどの作品です。美術館だけではなく、舞台や映画も併設されているので、美術のみを楽しむだけではない過ごし方ができます。渋谷ですしね。なのでデートとか友達と一緒に行くと、楽しい一日が過ごせると思います。第5位、東京都現代美術館。木場公園のすぐ横にある美術館で、改装工事が2019年に終わって新しく生まれ変わりました。この美術館に行くと、これもあれもこんなものも美術なのかっていう感覚になる展示が多くあります。例えば幼心君にでは、展示の最後に自分で演技をしてスーパーヒーローになったような動画が撮れました。フェルのおすすめの楽しみ方は、友達と一緒にいてワイワイすることです。第4位、森美術館。六本木ヒルズの上にある美術館です。最新の美術っていう感じの展示がされています。毎回頭が更新されていく気がします。展覧会を見終わる時が、もし夜なら夜景を楽しむことができます。フェルはここから眺める東京タワーが一番好きです。このように村上隆さんの作品の展示もありました。またエルリッシさんの展示も、自分が作品の中に入れるようになっていて、映える写真も撮れるので楽しかったです。小中学生から大人まで楽しめる美術館です。第3位、国立新美術館。乃木坂駅が最寄りの六本木にある美術館で、美術館自体にコレクションしている作品がないのが特徴です。建物がめちゃくちゃ綺麗です。例えばイクサーのカーズ2とかにも場面設定が使われたりする、東京を代表する建物にもなっています。
昔上野で開催していた大きな公募展、例えば日展などは今はこの国立新美術館で行われています。とても大きな美術館なので一度にいろんな展覧会を開催しているのも特徴です。レストランはとてもおしゃれなのですが少し高級なのでまだフェルは入ったことがありません。展覧会を見なくても出口に設置されているショップだけは入れるのでグッズだけを買うこともできます。第2位、2121デザインサイト。六本木のミッドタウンのところにある美術館です。建物が地下にあるので初めて行った時は迷いました。デザイン関係の展示が多いので普通の美術館とは違う視点で見ることができます。例えばデザインアテンではEテレのデザインアで紹介されているいろいろなコーナーを体験できました。見終わった時に世界の捉え方が変わったような一つレベルアップしたような充実感を得られる美術館です。この美術館に来たいつも大満足で出てきます。第1位、東京都美術館。上野にある美術館でいろんな展示をしています。例えば東京都の生徒の作品を展示する公立学校美術展もここで行われます。企画展もあっていろんな国や画家の展示も見られます。伊藤若冲の展覧会の時は何時間も待たないと入れませんでした。フェルの思い出に残っているのはブルーゲルのラベルの塔展でした。バベルの塔の魅力を堪能できるとても充実した展覧会でした。最近の展覧会では写真スポットがあるのが多いので SNS でも拡散できるような工夫がされています。ということで今回は勝手に好きな美術館を紹介しました。本当はもっと紹介したい美術館もあるのですが今回はこのぐらいにしておきます。ぜひいろいろな美術館で楽しいひとときをお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。